2023狂犬病予防注射会場のドタバタ劇、今回は富山市の北保健福祉センターの模様をお届けします。決して大きな会場ではありませんが、なかなかのやらかしさんが集まってきました。柴犬健太くん、4歳でしたっけ？4歳です。元気はつらつな健太くん、車止めをジャンプしたところで急に様子が変わります。はい、ケンタ。はい。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ。もう終わってもう終わったよ。ありがとうね。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。終わったよ、ケンタ。ケンタ、終わったよ。はい。はい、どうした。どうもありがとうございました。レイちゃんです。レイちゃん何歳ですか？2歳です。2歳、はい。ロイちゃん。ロイちゃん2歳です。ロイちゃん、はい。レイちゃん、ロイちゃん。ロイくん逃げます。ロイくん、レイちゃんともに抱っこされ撃たれます。はい、オッケー、できた。レイちゃんもOKでしたか？はい、はい、OK です。はい、はい、こっちからお顔見せてね。はい、もう一回ちょっと自己紹介してください。こちらの子はレイです。レイちゃん、はい、こちらはロイくんです。ロイくん、ロイくんとレイちゃん、はい、頑張りました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。プードルとゴールデン。お名前聞かせてもらっていいですか？レオくん。はい、レオくん。はい、この子はくるみちゃん。くるみちゃん、くるみちゃん。レオくんはゴールデンレトリーバーとプードルのミックスで、この種類はゴールデンドゥードルと呼ばれています。ラブのくるみちゃんともどもかなりの世話しない系。あんたも撮らせてもらっていいですか？お名前はミキティです。ミキティ、ミッキー、ミッキー、チワワですね。チワワ、はい。興奮しまくりのレオくんとくるみちゃん、どちらも遊ぶ気満々でなかなか受付に行けません。なお、ラブのくるみちゃんはすでにやらかした後です。注射はくるみちゃんから。ちょっと緩いですかね、首は。すみません。はい、お疲れ様です。続いてゴールデンルードルのレオくん。レオ、はい、プードルとレトリバー、こんな感じになるがですね。かっこいい。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ、バイバイ、ミッキー、ありがとうございます。ワンちゃん、お名前は？ノアちゃん。ノアちゃん、今年は？6歳。6歳。これ犬種は？これは雑種です。チワワとマルチーズのミックスなんで。チワックス。ちょっと違う。すみません。ちょっとなんか知ってる風に締めました。違うわとマルチーズ。はい。なんとなく聞いたことがある単語にかけてみたカメラマンでしたが、チワックスとはチワワとダックスフンドのミックス犬。チワワとマルチーズのミックスはチワマルやマルチワ、
マルチワワなどと呼ばれています。飼い主さんに抱かれたノアちゃんはずっとおとなしいままです。撃たれても動じずじっとしていました。ご飯もいっぱい取らせてもらいました。ありがとうございます。すみません。白芝。はい、そうです。お名前は？あ、花です。花ちゃん、はい、ってことは女の子ですね。そうです。はい、お年はいくつですか？あ、7歳になります。あ、ちょっと駐車するとこも取っていいですか？はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。花ちゃん、芝、7歳。軽快に歩いていた白芝の花ちゃん、受付が近づいてきました。大丈夫だよ、大丈夫だよ。では注射。嫌がる素振りを見せましたが、飼い主さんに諭される花ちゃん。すぐ終わる。大丈夫、すぐ終わるから。大丈夫だよ。すぐ終わる。じゃあ先生の方、まあ、もう一頭お願いします。はい、ありがとうございます。もう一頭いるんですね。はい、そうです。じゃあそちらの方も紹介してもらっていいです？はい。次のワンちゃんも芝ですか？芝です。芝好き。はい。いいですよね、芝。可愛いですね。はい。豆芝ですか？違います。普通の芝なんですけど、ちっちゃいんです。食事ちゃんといい感じで与えてるんですね。すごいよく食べるんですけど。あ、この子はすごく懐っこいです。ですね。はい、お名前は？クリです。クリちゃん。はい。お年は？は2歳です。はい、クリちゃん、2歳。男の子？女の子です。女の子。はい、すみません。あ、クリちゃん全然平気そう。いやでも多分ワンちゃん苦手ですごい吠えるんです。なるほど。人は大丈夫なんですけど。はい。他のワンちゃんと距離を取りながら獣医さんの元へ向かうクリちゃん。到着し、抱かれ、撃たれます。はい、大丈夫。はい、よかった。クリちゃんが生まれましたね。はい、ありがとうございます。芝ですね。はいはい、こっちに四国犬もいます。え？はらー、ちょっと今ガン治癒したからちょっとここ消えないけど。あ、うん、あ、分かる。そうなんです。四国犬と芝。はい、はい、ちょっとじゃあ駐車するとこ取らせてもらっていいですか？すみません。ありがとうございます。お名前何ちゃんですか？真白、真白です。真白ちゃん。はい、茶色なのに真白って名前。女の子ですか？あ、オスです。真白ちゃんでオス、はいはい、そうです。お年は？13歳です。結構ね、お年なんですよ。70ぐらいかな、人間で言うと。はい、でも元気ですね。はい、とても穏やかな真白ちゃん。騒ぐでもなく、逃げるでもなく、いい感じに年を重ねてきたのでしょう。柔和な雰囲気が漂っています。両手で首を持ってます。はい、ちゃんと置いておきたいです。はい、ありがとうございました。じゃあ、見てあげてください。続いては四国犬。この子はね、保護犬でもあったから、はい、ほとんど目見えてないんですよ。あ、そうなんですか。うん、メスなんだけど、はい、四国犬。お年はいくつか分かってます？ちょっとね、この犬よりもちょっと若いっていうことで。はい、うん。お名前なんちゃんですか？あの、コマちゃんです。コマちゃん、いい飼い主さんにね、笑われてよかったね。放射線治療したもんだから、毛ないけど今。放射線治療。ちょっと詰まっとって、うん、あの、がんじゃないかっていうので、ちょっと、うんうんうん、治療、去年受けて、ようよう生えてきたんですけど、少しずつ。はい、すごい、すごい。はい、
ビビリなんですね。ビビリですね。飼い主さんが保護されたこのワンちゃんを家族に迎え入れたのが5年前。困っているような顔をしているのでコマちゃんと名付けたそうです。目はほとんど見えていませんが、コマちゃんは一生懸命周囲の状況を把握しようとしています。そして注射。ビビリですが、コマちゃんはおとなしく注射を打たせてくれました。コマちゃんバイバイ。お名前は？ももです。ももちゃんの、はい、何歳ですか？4歳です。はい、はい、じゃあゴールちゃん、はい、じゃああっちです。あっちです。はい、いくよ。飼い主さんが受付をする間、職員さんがリードを預かります。あら来た。だんだん気分が盛り上がってきたももちゃん。進んで獣医さんの元へ行き、その前で停止します。ああ大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ありがとうございました。注射の後、獣医さんにすり寄るももちゃん。そして隣の獣医さんのところへ行き、愛嬌を振りまきます。どことなく物足りなさを感じているようなももちゃん。獣医さんに腰をポンポンされ、ようやく帰るように見えたのですが、なんと踏ん張り始めたももちゃん、明らかにまだここにいたいという意思表示をしています。ということでお届けした北保健福祉センター編。次回のドタバタ劇もお楽しみに。